D-Like ホッピングボーン 4351R をリリース。ホッピングボーンがマイナーチェンジしました。スムーズな動きとカウンターウェイト効果により RWD 車のトラクションがアップします。 RER ハイブリッドにはリアに装着します。ヨコモや MST などに使用されているニパエピマークスルに装着できます。発売より10年の歳月改良を重ね、 0.01 ミリレベルでの改良を積み重ね、強度とウェイトバランスとスムーズな動きを達成。長さはショートタイプとなっており、43ミリから51ミリの範囲で自動調整されます。製品特徴、焼き入れ墨で強度を確保、足回りのストレス解消、ポジキャン仕様にも使用可能。 RWD 車のトラクションアップにカウンターウェイト効果でシャフトの回転が安定、トレッド調整の際の面倒なドッグボーン変更が不要に、内蔵のスプリングテンショナーにより回転軸に常にテンションがかかるため足回りのガタを吸収、キングピンアングルやトレール量などでアライメント変化をつけた足回りの駆動をしっかりスムーズに使えます。 D-Like のロゴ入り、とにかくフロント周りの動きと動力の伝わり方がスムーズになるため、フロントのスムーズさが重要な AWD ケツカキ車両に効果的面です。特に AWD ケツカキでキングピンアングルやトレールなど付けられてる方にはおすすめとなっています。一度装着したら外せない一品になるとのことです。価格は定価4180円税込みとなっています。2023年8月30日頃発売予定となっています。それではまた次回お会いしましょう。